はい、どうも皆様、新年明けましておめでとうございます。と、近所ね、動画でも多分挨拶してないんでね、もう4日ですがね、ちょっと、今更ながらね、挨拶しておきたいかなと思います。まあ一応ね、ブログの方にはね、書いたんですがね、今年も1年、こんなね、チャンネル動画よろしくお願いいたします。まあ、プレゼント企画もね、ちょいちょいやっていきたいとね、思いますんでね、ぜひ、ご視聴ください。というわけで、ね、まあ今年ね、もう4日なんで、何の動画からね、撮ろうかなと思ってね、考えたんですけど、まあ、やっぱりね、新年に、まあ、ふさわしいかどうかわかりませんけどね、まあ、箱根駅伝の、動画からね、撮っていきたいかなと思います。まあ、ほとんどの、ね、方ね、知ってるかと思います。てかね、ほとんどの方ね、知ってると思うんですよ。俺もね、そのニュースで聞いたときにね、まあ、箱根駅伝で検索したらね、漏れなくおまけがついてきたんですよね、今回は確実に。うん、なんかね、箱根駅伝の行きかな？多分2区か3区、あ、1区か2区のところで、なんかね、アンパンマンカーかなんかがね、並走したっていうのがね、ニュースに出てたらしいんで。あ、これですね、アンパンマン号が伴走と。なんかまあ、結構ね、その日刊スポーツの取材にはその運転手の方答えてるみたいですね。一区の大手町から、鶴見の、あれですね、多分鶴見市場のあたりですね、鶴見市場の、鶴見中継所や二区の戸塚までの、間に、まあ、この車が映ったと。まあ、俺もね、ツイッターかなんかの情報検索したら、なんか、あれ、鶴見線のね、国道あたりまではね、結構その、目撃情報みたいなのがあったみたいでね。運転していた一応男性は、日刊スポーツの取材に、ちゃっかりしたつもりも、悪意も、あ、失礼、ちゃかしたりするつもりも悪意も全くありません、説明。その上で毎年必死な走りがドラマを箱根駅伝で地元ファンの一人として、選手の皆さんに頑張ってほしいと思っています、話したと。まあ、日刊スポーツの取材には。で、ツイッターなどの、ね、SN 上では、アンパンマン号気になった、初笑いさせていただきました。来年待ってるぞなどの、まあ、好意的な、ね、投稿もあった一方で、選手より目立っちゃダメ、邪魔ですなどの批判もあったという。まあ、このね、なんていうのかな。まあ、鼓動したときに、ね、俺ね、一番最初だからね、マジでアンパンマンかなって、正直本当に笑っちゃったんですよ。でね、俺からしてこれがありかなしかで言うと、俺はね、これグレーだと思うんですよ。正直なし、これ生中継したのが、確か4ちゃんだよな。まあ、生中継したのがね、多分4ちゃんなら、まあ、アンパンマンはね、多分4ちゃん、多分昔は金曜日だったと思うんですけど、まあ、4ちゃんのアニメだから、まあ、俺はね、そういう意味ではありだと思うんですけど、ただこれなんかね、選手もね、一部なんか気になってたっていう話が出てきちゃってるんでね、まあ確かに選手のね、邪魔になったらね、それはね、まあアウトかなとね、思う。まあ俺はね、個人的には思います。でね、一応、神奈川県警かな？一応、そのなんだっけ、国道まではね、走ってたっていう情報出てきたんで、多分神奈川県警のどっかで、まあ、戸塚以降でね、注意されたっていう情報も出てきてるんですけど、でちょっとね、法律的にこれがね、アウトかどうか、まあ一応ね、改造車両なんでね、アウトだろうっていうことで、まあ警察がね、一応、改造車で止めたっていうのはあったんで、ちょっと調べてみたんですけど、確かにこれ法律でね、上アウトなんですよね。一応ね、ちょっとそのアンパンマン号のね、拡大写真ちょっと出しますけど、ちょっと待ってくださいね、出るかな。これで大丈夫かな？まあ一応ね、この画像が出てきたんですけど。これでね、アウトかセーフかって言われたときに、グレーゾーンなんですよね、法律的には。まあ一応ね、ナンバープレート本当はね、前と後ろの、まあ定位置に、ね、つけとけなきゃいけないんですけど、まあ一応ね、今回はね、この車、助手席のところにつけたんですけど、これをもしね、なんだろうな、その、きちんとしたね、なんだろう、車検とか取る整備工場以外で、これをやっちゃった場合にこれね、違反らしいですよ。一応、道路運送車両法第73条で、検査対象の、軽自動、検査対象の
軽自動車および二輪の小型自動車は車両番号を記載した車両番号を表示し、かつその車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の、ように、用いてはならないと。で、これを違反すれば50万以下の罰金が道路運送車両法上第190条の1項。そして自動車登録番号表の取り付け位置。自動車登録番号表の取り付けは自動車の前面及び後面、後ろ側の見やすい位置に、確実に行うものとするっていうのが、一応ね、道路運送車両法施行規則第7条なんで、これがね、見やすいか見にくいかって多分ところにもなると思うんですよ。で、これがね、もしね、その見にくいって判断された場合には、一応、道路運送車両法第11条の、第4項、自動車登録番号表はこれを取り外してはならない。ただし、整備のため、特に必要があるとき、その場の、その他の国土交通省令で、定めるやむを得ない理由に該当するときは、この限りではないと、一応ね、これも別の法律があるんですけど。一応、これに違反した場合は、6ヶ月、これがね、さっきのですね。で、一応、これナンバー外しちゃってるんで、まあ、これが、ナンバーがね、多分自動車登録番号表で合ってるんですけど、俺まだ免許持ってないんで、わかんないんです、すいませんね。一応、これをね、もしその、車検とか以外のときに外した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金、道路運送車両上第108条第1項。まあね、とりあえず、わかりやすく言うとね、ナンバープレートが見にくければ50万円以下の罰金。そしてナンバーをね、これ不正に外してた場合には、6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金っていうことになるみたいです。ここまで俺知らなかったな。ちなみに、道路運送車両法第98条に不正使用等の禁止、自動車登録番号表に紛らわしい外観を有するものを製造し、またはこれらのものを使用してはならない。これ該当するんですかね。まあ一応ね、これに違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、道路運送車両法第160条の5、紛らわしい外観を有するもの。まあ多分あれはね、多分基本的にはそうなんですかな。一般車両でパトカーとかに改造するっていうのが多分これに該当すると思うんですけど、まあ、基本的なやつかな、その、前用のナンバープレートはなんか封印のあれがないみたいなんで、フロントガラスの内側に取り付けるのは100、まあ、場合によっては違反と、光の加減やアクセサリーに邪魔されるんだと見えにくくなる状況が多く想定されます。うん、まあ、だから多分それでね、一応神奈川県警もね、止めたとは思うんですけど、どうなるんですかね、これって。まあ、間違いなく箱根駅伝で生中継されて、まあ、ナンバーが見にくいかって言われたら、まあ、3桁ってことは読めなくはないですけど、一応モザイクかかってるんでね。多分ツイッターとか探せば、あの、モザイクなしのやつ出てくると思うんですけど、ちょっと調べましょうかね。まあ、多めに見るのか、まあ、厳重注意になるのか、どうなのかによってだいぶ変わると思うんですけど、これ。まあ、でも本当に1個だけ言えることは、まあ、4ちゃんだからまだアンパンマンカーならありなのかなっていうのはね、俺の本当にしょうもない個人的な意見なんですけど。これでドラえもんとかクレヨンしんちゃんだったらね、アウトな気がするんだよね。一句のあれか、六五教は本当にいたんだ。アンパンマン、ちょっと見てみましょうかね。モザイクなしの画像なんかあるんだよね。ナンバーが見えないか見えるかって言われたら、ちょっと微妙っすね。あの、地名と数字3つとね、ここの、あの、ひらがなは読めないんですけど、こっちのね、なんなんなんの方はね、ちょっとツイッター探せば読めるんで、なんとも言えないっすね、これに関しては。これはでもすげえな。いくらかけて改造してんの？神奈川県警は本当に捕まえたんですかね。なんか捕まえたことすごいかって書かれてる。
まあ、ほう、あー、これすげえ、綺麗にナンバー全部見えんな。あ、すげえや。これナンバー丸見えだ。1個の写真はね、これすごいですね。地名と数字3つと、ちょっとひらがな読めないですけど、ここのでかい数字は全部読めますね。あー、じゃあ法律的にギリチョンか。まあ、ナンバー改造した、改造してるんで、まあ、アウトだとは思いますけど。どうなんのかな、これ。まあ、でも、日テレならね、本当にアンパンマンって今金曜日なのかな、ちょっとわかんないんで申し訳ないですけど。ただ、これ、走ってる選手、本当に気になっただろうな。面白いって言ったら不謹慎かもしれないですけど、うん、俺はなしかな、個人的には。あ、アンパンマンがやっぱり整備フルで捕まってるんですね。まあ、違法改造って言えるべきなのか。捕まったのではとの声。ナンバーを固定しない場合、道路運送車両にやっぱり50万以下の罰金。まあ、意外とね、警視庁、まあ、正式に言うとあれか、まあ、去年ね、去年だっけ、箱根駅伝のどっかで、あの、交通事故になりかけて、選手が本当に危ないことあったんでね、去年は。また、今年は結構な警、あの、警察官とかね、導入されてるらしいんで、神奈川県警だと、2日目の日は60台かな、確か。あの、川崎競馬場の方には60台のパッ、あの、白バイがどうこうって来てあったんで。まあ、でも、俺から言ってありかなしかって言ったら、なんともいないですけどね、本当に。まあでも結構本当に、ツイッターにはモザイクかかってない写真あるんですけど、まあまあ見やすいっすね、ナンバープレートは。まあきちんとその、アンパンマンカーを、ね、写してればの話なんですけど。まあでもある程度は数字これ、数字とかね、読もうと思えば読めますね。まあとりあえずね、これがどうなったのか。放射量なんでね。アウトかなとは思うんですけどね。神奈川県入った瞬間、整備フルでアンパンマンが御用になったのか。どこまで行ってアウトになったんですかね。なんかその、アンパンマンカーのまとめサイトかなんかだと、鶴見線の国道までは走ってるっていう情報見つけたんですけどね。気になりますね。まあ、軽自動車なんでね。どこ本当にここまで改造できんな。ちょっとその技量は俺買うぞ。全然ありだと思うけど。まあやっぱり駅伝よりアンパンマン号の方が気になるっていう人多いっすね。まあでもやっぱりナンバープレートはね、読めないってことはね、場合によってはなさそうなんで、アウトになんのかね。まあ、神奈川県警はね、どう判断するかなんですけど。まあ、警視庁の管轄は基本的になんだっけな。あの、競馬場の橋渡ってから大手町まで。まあ、基本的に神奈川県警でね、数少ないんでね。まあ、神奈川県警がパクっちゃったんだろうと思いますけど。だとしても、これは本当に面白いと言ったら本当に選手の方に不謹慎だけど、俺はありだと思いてえな、少しは。まあ、ちょっとね、これの件に関してはね、まあ、どうとも言えないんで。まあ新年早々ね、面白いニュースって言ったら、まあ面白いかもしれないですよね。まあでも選手のね、まあ選手がね、これを見て邪魔だったと思ったら、まあそれはね、アウトにもならざるを得ないんでね。まあちょっと来年これがね、出てくるかは、まあちょっと期待したいと思いますけどね。まあ少なく見積もっても、なんだっけな。まあ、紛らわしい外観を有するものだとした場合は、まあ100万以下の罰金。自動車登録番号表外した場合には30万以下の罰金。そして、車両番号表見やすい位置に、付けなかった場合50万以下の罰金なんで、トータルすると180万以下の罰金か。どうなるんですかね。ちょっとこれに関してはね、ニュースになるんですかね。まあちょっとね、これだけはニュース気にかけていきたいかなとは思います。まあ一応ね。ちょっとね、面白いことがね、多々あったんでね。
まあ面白いって嬉しいですけど、まあ来年ね、これがどうなるか、まあドラえもんかとかね、そういうのが出てこなきゃいいですけど、まあでも4ちゃんならアンパンマンカーなら、まあ世論としては、まあ、選手の邪魔なじゃなければセーフっていう意見も多分出てくると思うんですけどね、まあちょっとこれだけはねどうなったか、気にかけていきたいかなと思います。それではね、123の三が日に、ね、買っといた、オリパーとかね、ヌゲージの紹介もちょっとしたいと思いますので、ね、お待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。